なんとこのシーンですね。なるほど、なるほど、これはあざといですね。このあざとさも入ってるわけだな、これ。新曲オーサム MV 撮影の裏側を大暴露、自己アピールの内緒哲学、さっきの。そしてちょっと待って、フリーザ怖すぎる。怖い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 のよ。怪談話での怖がりリアクションではか弱い自分をアピール。怖い棒読みも棒読みよ。可愛く怖がるあざとテクとは。さらにお悩み相談の内緒哲学でアイデンティティの悩みをガチ解決。アルカ村のプリンツリーを収穫しよう。はい、その手があったな。なんでそっちが。これ違うよ、アイドルの内緒哲学でもなんでもねえじゃねえかよ。 NGT48 の内緒哲学。MC のアイデンティティ三浦と言います。そしておっしゃ、ランナーズ安政子、ドラゴンボールの孫悟空の声で次も絶対見てくるな。終わったは。そして今回も NGT のメンバーからこちらの3名です。お願いします。この番組は普段は内緒にしているアイドル哲学をいろんな形で NGT48 に教えてもらいましょうという番組です。さあ、それではめぐちゃん、最初の企画お願いします。はい、最初の内緒哲学はこちら。 MV 撮影の裏側大暴露、自分アピールの内緒哲学。これから NGT48 の新曲オーサムの MV が流れます。そこで2人にはここに注目というポイントでストップをかけ、あざとテクを解説、自己 PR をしてもらいます。フリーザさんには気になったポイントを指摘してもらいます。今回どういう感じの内容なんですか、その MV は。ダンス部が、物語になってるんですけど、そのダンス部とその新潟総踊りっていう今回コラボさせていただいてるお祭りがあって、うん、最初ちょっとなくなりそうみたいな危機に陥ってるんですけど、はい、みんなで立て直していくっていう風な物語、ストーリー仕立ての MV になってます。ちょっとなかなか出てこないですね。まだね、感じはなかなか出てないですね。なかなか出てこない。お出ました。ここになんと、いますね。出てます。出てます。はいはいはい。でこれがはるか村がダンス部の、抜けたダンス部を抜けたメンバーなんですけど、その抜けたはるか村とつるんでるやんちゃ高校生っていう。でなんとこのシーンですね、そのカップリングの私がプロデュースしてるユニットのメンバーになってるんですよ。なるほど、なるほど。クラウディクラウディっていうユニットのメンバーになってて、そこもポイント。なんか見る人が見たら、あ、僕らだって分かって。なるほどね。このなんか NGT の MV に自分のプロデュースしてるアイドルもちょっと宣伝で入れてくるという。そうです。これはあざといです、ね、そこのあざとさも入ってるわけいいですね。じゃあ続き見てみましょう、どうぞ。知ってました、そんなことどうだっていい。もうずっと喋ってますね、あ、ちょっと気まじい、なんか、そうね。はい、ストップ。はい、ここの前にそのこう喋ってたじゃないですか、これはダンス部の部長なんですよ。ここですね。そうなんです、はい、部長とそのはるか村が喋ってるのをちょっと気にしてる、私が気にしてるみたいな。なるほど。いいですね、これなんか解説付きというかね。なんか分かんないもんね、これ解説もらわないと。でもね、すごいいい天気で、はい、はい、天気はね、そこはまあね、もう天気の話題になったらもう終わりよ。終わりよ、はい、では続き参りましょう、どうぞ、はい、気にしてるんですね。うん、してたね。でも行くよみたいな感じで読んでる。なるほど、なるほど。まあ練習ね、これダンス部の練習、ダンス部の練習、これ今もうダンス部に入ってくれた子たちと練習してるみたいな、はいはい、総踊りに向けてっていう感じですね、これは昔の思い出。なるほど、昔の過去のね、なるほど。本当はこんなに仲良かったのに今はいないっていう切なさですね。なるほど。どんどん増えていくんですね、部員が増えて、やったやったって言ってますよ。
うん、見てるんですね。あ、見てるんだ。ここの切なさの こう目をそらすこのここのなんか、はい、いいな、うん、私も踊りたいな、でも一回やめちゃったしみたいな、そのね、そこの切なさ、そう、はい、ここがめちゃめちゃ可愛いでしょ、うちのはるかは。確かに嬉しい、なんか本当はちょっと戻りたいんだけど、でも泣けちゃんも怖いし、怖いじゃん、いや、ナイス